松村老輩は詐欺足立ちによる蹴りの裁き、回収による中段下段の流し受け、相手の突きを巻き込んでの投げ技などに特徴がある。連続する技をダイナミックかつスピーディーに演武することが要求される。流し受けは肘を締めながら肩の高さに上げる。右手刀下段払いと同時に左回手は水月前に置く。寄り足で四股立ちとなり、鍵付きは体側で止める。右足は大腿部を水平にし、足首を伸ばす。右手は脇へ巻き込み、左肩は横払いを行う。左回手を右体側から左体側へ移し、すくうように右上腕へ引く。